アイコランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、イベントクエストは残り1つ、そして推し活の方はなかなか厳しいですね。まあちょっとね、後半多分マリンさんゲットしたらね、進むんじゃないかと思います。そしてプニットショットはこんな感じ、まだこれからという感じでしょうか。レベルの方はマックスまで上げました。さあダメージランキングも上位はやばいよね。なんとかですね、このアイコンでゲットできるように頑張っていきたいなと思います。さあそしてスコアアタック、イベント限定早くも来てます。今回多分2回来るんじゃないかと思います。さあノエルさんのアイコン欲しいよね。今日はですね、まあ、初心者向きの編成と2パターンでですね、ちょっと攻略やっていきたいなと思います。さあまずは今回ホロライブのキャラにスコアボーナスがつくと、そしてですね、隠しステージのここのワカメスターのステージ、ここなんですけどもワカメくんが登場します。こちらスコアアップあるんで、スコアアップキャラ持っていない人はここのワカメくんゲットしてね、技レベル上げてやって使うといいんじゃないでしょうか。まあランク低いんだけど上げてやると結構いきます。そして攻撃力アップはスコアタポイント交換の読者校おすすめです。あとこのマップでゲットできるねワタメンもおすすめです。さあこんなパーティーでやっていきます。スコアアップはワカメくん使っていきます。そして攻撃力アップはワタメン使っていきます。これなかなか優秀。そして道具シャッコを使っていきます。これ倍率高いんですよ。そしてアタッカーはマップでゲットできます。マリン船長使っていきます。そしてボタンさん使っていきます。まあこの辺りはね、好きなキャラでいいかなと思います。さあ今回のスコアアタック、まあスコアボーナスがねプロライブのキャラにつくってのはあるんですけども、その他特に制限がないのでいろんな編成が考えられるかなと思います。まあスコアボーナス犠牲にしてもスコアの出しやすいキャラでいくっていうのもありかと思います。まあ最近プニプニ始めた方はやっぱりスコアボーナス結構でかいので、ホロライブキャラをね多めに編成してやるといいかなと思います。ということでこのマップでゲットできるキャラって結構重要だよね。特にですね、この攻撃力アップのワタメンは、まあ、S ランクではあるんですけども、まあ、今後ねランク縛りであったりいろんなところで使えるので、まあ、技レベルね上げておくといいかなと思います。 S ランクなんでむちゃむちゃドロップ率いいです。なので、まあ、ちょっと頑張ってね1日2日周回してやれば技レベルマックスまでいけるんじゃないかと思います。でアタッカーはですね、まあ、僕はね船長推しなんで船長選んでますけども、まあ、マップでゲットできる S ランクキャラなんでもいいかなと思います。今回はねマップで S ランクキャラ、ホロライブキャラはねしか落ちないので、まあ、できればなんか SS ランクね入れてほしかったよね。さあこれで、まあ、スコアがどれぐらい出るのか。今回はですねやっぱりホロライブファン多いので結構スコアだね激戦です。なので難しい。だいたいコラボの時ってレベル高いんだよね。さあボディを使っていきます。まあ2回フィーバーでいきたいなと思います。まあ、フィーバータイム中にね打たないとスコアは全然伸びないので、基本的には必殺技は全てこのフィーバータイム中に打っていく。フィーバータイム中に攻撃力アップを重ね掛けしてやってアタッカー打って、まあ、フィーバー開ける前にスコアアップの必殺技を打ってやる、まあ、そんな感じでねじゃないでしょうか。スコアアップ入れるとねこれでスコアがだいたい2倍ぐらいに上がります。若干微妙ですけども、さあアイコンはもらえるのか。さあこれで厳しいね。47位、プラチナリーグ厳しい。ちょっとパーティー変えます。ダンドリー使っていきます。こちらスコアアップです。
そして攻撃力アップはペコちゃんの水着がですね、これ優秀なんですよ。攻撃力アッププラスデカブニを作る。そして Z ランクのワタメン、こちらも優秀なんですよ。攻撃力アップです。つながりやすくなる。さあそしてアタッカーはマーリン船長のパンクバージョン、タップでデカプに周囲消し。さあそしてサポートとしてフグさん使っていきます。全消し&デカプにの技ゲージを多く貯める。さあこんなパーティーでいきましょうか。まあ同じようにフィーバータイム中にこのタップ消しのマリン船長をまあいかにたくさん打ち込めるか。さあそしてこの白神さんのねサポート、あとは運だよね。デカプニが降ってくる。ちょっとねこのホロライブキャラだけだと若干つながりが微妙なんだよ。なのでまあ、ホロライブキャラにこだわらなければ、まあ、他のキャラを入れてですね、必殺技たくさん打てるパーティーで行くのがいいかなと思います。まずはちょっとねホロメンパーティーでどれぐらいいけるのかやってみましょうか。まあ、今回ホロライブのキャラもですね復刻ガチャもあるので、復刻キャラも何気におすすめなんだよね。使えるキャラがたくさんあります。ただ確率がちょっとね今現状渋いので、全体の確率としては結構いいんだけど1体1体の確率は低いっていうね、まあ、この復刻ガチャあるある。まあでもあの復刻ガチャじゃない方のガチャでも結構この面出るんで、まあ、いけるんじゃないかなと思います。さああとはちょっとね新キャラをゲットしたいね。ランク UZ の薄赤くのスイちゃん、そしてランク UZ のオカユンね、ちょっとこの辺りをゲットしてね使っていきたいんですけども、まあ次の来週のスコアタックにはちょっとねゲット間に合うんじゃないかなと思います。ちょっと今頑張ってます。なかなか厳しい。プリットショットがやっぱり特攻がないとねなかなか厳しい。さあフィーバータイム中に攻撃力アップ、重ね掛けしていきます。さあそしてアタッカー船長タップ消し優秀です。なるほどね、連発していきます。あとはデカプニ振ってこい。微妙っすねちょっとちっこいのが振ってきた。さあそしてスコアアップして大きいの、お振ってきた、いい感じじゃないですか。さあ連発していきます。さあここはちょっとつなげてフグさん打ってバルゲージ増加からの船長からの、さあ振ってくるね。それでバルゲージ増加、さあ船長いきます。あとはちょっとこの下をうまく使いながら、ちょっと時間がねえな、微妙っすね、この微妙な時間。ちょっと次のフィーバータイムまではコンティニューいきましょうか。ちょっと粘りましょう。長くつなげてちょっとでも厳しいな。さあ最後コンティニューからのもう打っちゃおうか一応ちょっとでもスコア乗せましょう。さあ船長1位のタップでデカプニ、デカプニ作っておいて技ゲージ増加、白神さんいいよね。さあここまでか。さあこれでスコアボーナスがついて、さあ更新です。8位、微妙っすね。さあそれではプリットショットやっていきます。さあ船長のレベル4ということで、さあこのペコちゃんと白神さんのパーティー、ほぼペコちゃんパーティーでいきます。さあこれでまずはレベル4で HP が23000か、微妙っすね。
さあ内田シーノ3700、そしてゴレンミッション来ました。さあこれミッション来るとね結構激アツです。さあここは確実に取っていきます。さあペコちゃん3300か4600、レベル4でも結構厳しいね。まだ先が長いので、さあここは確実に取っていきます。上を狙っていく。さあハートもゲットして、さあ4連目白神さんがね意外と ダメージ出るんだよね。特攻じゃないんだけど結構出る。さあ打ち出しからよっしゃ。さあ5連ミッションいきます。さあここは確実に取っていく。おやっぱ強え、いきましたね。さあペコちゃん特攻強えぞ。さあこれでトータルダメージ的には3万4000いきました。ちょっと望みが出てきたか。さあそしてゲットしたポイント42ポイントそして194ポイントさあ経験値玉ゲットです。